也です。ザ・タッチです。大島です。おばんちです。よろしくお願いします。というわけでモンスト会員に挑戦。よし、今更いや今更って言わないで。今更感はあるよ。どうない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 、みんな今更って思ってるよ、はい、思わない思わない。なんすかな。なんかね、カズヤがね、はいはいはい、なんか俺はカインもう超強いよと。そうなんですよ、うん、いやでもみんな別に勝てますけどね。いやいやいや違うの違うの、はい、もう俺自身がカインのドテキセみたいなとこあるんだよ。いやいや、言ってる意味が全然わかんないんだよな。俺がね、本当にわかんない。今ね、すごい頑張って育てたクレオパトラが、クレパト、はい、クレパトがね、うん、身をねもう完全にカイン用にしてるわけ。なるほど、あなるほど、カイン専用機にしてるんです。そう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 、だから、うん、俺がクレオパトラ使えばみんな運枠でいけるよっていう。え、運算でいけるってことですか。運算でいけるよっていう。なるほど、それは熱いっすね。そうそうそう、はい、それでじゃあこれ組んでるわけですね、うん、組んでるわけです、はい、じゃあゲーム画面お願いします。その代わり強めの運だ。強すぎ強すぎんだよ。運枠大島ちゃん似合いかない。運曲だもん。そうなんです、最近やっとできましたね。すげえな。そうですね、はい、早い。マジやっぱ京丹のおかげで。あー、はい、そっか、京丹でぐるぐる、はい、この間度肝抜かれた京丹ね、うん、朝鮮です。朝鮮、朝鮮、ね、朝鮮京丹っていうの言ってるんですけど、そうです、ね、はい、あの、実2個ついてるの。そうなんですよ。京丹に実、京丹に実2個つけてるんで。だから2体運極作ってってことでしょ、うん、そうです。2体運極作った上に、さらにあの玉狼のやつで英雄の証を付与して、うん、もったいねもったいなくねえよ。ミスでもこれ結果に現れてますから、ね、もうどうするんですか。未来かないよね。今後いらないよ。いや今後も身を厳選していこうと思ってる。京丹、はい、だからさ、俺クレオパトラ見せたいのにさ、運が強いから弱まるよね、ちょっと。でもちょっと見て見て、見たいです、何が見たいです、何がいいかっていうのはこれ、ほら3つついてる、うん、あのまず怪我減りで ね、なるほど、自分が受けるダメージを減らして、なるほど、で、チビ足で一旦もっと自分を回復するから、うん、強いっすね、幽霊になっても戻れるんだ、なるほど、で、回復 M でみんなに当てるためにちゃんとスピードも上げてる。すごい、だからクレパト回復なのにクレパト自体が幽霊になっちゃって回復できないっていうのはもう防げる、うん、なるほど、はいはい、そうすごいっすね。だからもうみんな適当に打ってればいいから。いいの、適当に、うん、マジなるべく雑魚に当てるようにニードルパネルを踏まないように適当に打ってる。そういう打ち方なんだよ。適当に打ってればいいから。これで、はい、運算初めてっすわ。いや、運算で、いや、これで回れたら、いや、アワちゃんつくゼロだし、うん、そうです、強いよこれ。これいけたらもうカイン運極待ったなし、みんな待ったなしで、確かに回れるよ。よし、じゃあ行ってみましょう。はい、はいはい、じゃあカイン運算でストライク、はい、ショットスタート。わ、これほんとちょっと試したい。そうっすね、うん、うわ楽しみだな。ニードルは気をつけてね。適当で打っていつただろ。注力ない。そっか、つくゼロ、つくゼロあれでしょ、グネビアの友情で。そうだ、そうだ、グネビアとかいないのあんま最近行ってないな。確かに絶対連れてきますもんね、グネビアは。グネビアが本当はね、いるとね楽なんだけどね、うん、これで入れるかな。あ、そうか、ジャバオックは、ジャバオックはね、半分なんですね。でもうわー、そっか、二雷かないの友情強いね。そうですね、これ上上がれそうですね。上がれるかないける。あ、そっか、これ横で打った方がいいのかな。俺だから、あのそこ入れれば斜めに行く、うん、回復もしてるね、うん、強い。で、あのクレパトまでに減った分は全部回復してくれるから、クレパトもちろんもちろん全部です。まあ、M ですもんね、回復 M ですもんね。そう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 、 うわもうだからヒーラーって言うんだよ、俺のことヒーラー。ごめんね、台無しでみんな満タンだけど。本当だよ。よしよし、でもさ、何の違和感もなくいけるね。そうだね、そうですね、このメンバーで行くの初めてだね。確かに初めて、うん、普段行かないメンバーっすね。そうだね、つくゼロ使うことないっすもんね、なかなか。なかなかね、
つくゼロでも結構手間かかるのによくやったね。やっぱここのガチャで当てたニョイボーを手に入れた時からもうニョイボーは本当に強い。つくゼロのニョイボーってもうやっぱ破格だよね。最強ですあいつは。確かに、うん、いいなニョイボー持ってない俺。だってもう離れたところでさワンパンずつでいけるから。あそうなんですよ。あのそんなに復活させて寄せるとかいいにいらないんだよね。いらないです。離れてるとここうやって、はい、一筆で。ニョイボー持ってる。僕持ってます。持ってるの、はい、時は持ってる。持ってるよ俺だっか。俺松井棒しか持ってない。ニョイボー持ってないもん。その旬なとこ出すな。カチャ、回復頼む。回復頼む。そこ踏みすぎだよ。回復頼む。踏みましたね、今。あ、俺、これ、今回だったら俺最後に触れるね。そんかい、俺が傷つくけどね、結構。うわ、すごい回復よ。わ、いいねー。すげえ。すげえなー。これは強い。カチャ、回復頼む。回復頼む。何なんだよ。回復頼む、回復頼む。回復して。お前なんか幽霊になっちゃうよ。これ下入るってこと。おお、素晴らしい。こうやって自分で回復してくれるといいんだけどね。カチャ、回復頼む、回復頼む。幽霊なの。俺の匂い棒見せてあげるか。なんだ、下ネタじゃねえ。オッケー、オッケー。あーいいねー。助かる、回復のチャンス。回復のチャンスなし。毒で回復したい。やだ、回復してよ。これちょっと炎、炎でしたよ、これ左上。これを左上行ってほしい。はい、だけでも倒すから。なるほどね、幽霊倒せるかな。オーケー、すごい。まあまあ、二雷かないのおかげですけど。いやいや、違うの。引っ張ったかな。そうです。これ、本当は最後に売れたいんだけども。なるほど。最後に触れるか。そんなんもできる。どこにいましょう。おー、素晴らしい。まあ、俺ヒーラーだからね。ヒーラー。ちょっとダサいんだけどな。ヒーラー。かっこいいと思って言ってるから。超ダサいよね。いいよいいよ。ヒドラ倒せるだ。そうっす。あ、大丈夫、ヒラがちゃんと。いや、ヒラって言うんだよ。すげえ下になっちゃうと、ヒラだと。ヒーラーね。はい、オッケー。つくゼロの友情もあれ、弱点マック。うわ、強いね。あ、これつくゼロ、今いい位置じゃないですか。つくゼロにあってる。あ、ほんとだ。当たれ。これは弱点。いけ。おお、出てる出てる出てる出るねー、うん、いいんじゃないですか。最後につくゼロに触れるぐらい。これ、あ、そっか、それでいきます。確かに。おー、いいねー。ヒーラー、こんなに幽霊にならないことないっすね。確かに。いいで、普通にやってて、はい。未来からに、ここ結構正念場ですよ。今回復なくなっちゃったから。なるほど。SS も打てますけど、まだ抜けなくていいですか。なんか溜まりそうな気もするけど、どっちでも。せっかくなんで。確かに。おー、見せたよ。わー、これかっこいいよね。これかっこいい、ほんとかっこいい、この SS。 うわー、強い。いや、強い。240万。すげー。降臨キャラで破格の強さですね。確かに。俺ら栃木出身なんだけど、栃木って日本一落雷が多いのね。あんな感じだった。いやいや、まあ、栃木思い出した。危なぁ。これ誰も来なくなっちゃった。これどうすか、つくゼロ当てた方がいいすか。横、横でもいいような気するね。横にしますか。かクレパトー最後にチョコパート。いや、それ無理っすね。待って、これ2体。あ、一番しょうもないやつになった。次のジャバオックの SS ってどういうの。メテオでしたっけ。一回まだ使わなくて。あ、いや、レーザーとホーミングだね。これクレパトに当てる。そこで当てられるの。一周回って。うまい。来た来た。うわ、うわ、すげえ。おお、うまい。うまい。上手。ジャバにもできることはある。次は、いやあ、難しいじゃん。全員当てられたら。いや、出てんだよ。出てんだよ。ガイド見えてんだ。あ、しまった。俺がメインの。こ
あ、ごめん、ちょっと芸人見せちゃった、ちょっと芸人見せちゃった。いいねー、マジですか、なんすか今。いや、意味ねー。ハート出てるから自分で、自分のことは自分で。おのおの、おのおの回復。次回みんな回復したな。つくしょか、つくゼロも。そうだそうだ、回復だ。あ、そうだ、つくゼロも回復。そうか、かすむだろう。俺のクレッパとかかすむだろう。あわちゃん、ありがとう。いやいやいや、全然どんどん回復していくんで。あわちゃん、ありがとうね。はい、なんでつくゼロ運曲なんだ。いいよいいよ、回復してる。これカイン運曲になったらめっちゃ使うだもんね。めっちゃ使う、ね、カインいいもんね。はい、縦トントンで重力と縦トントンでいい、縦、あ、縦トントンでもいい、迷惑かけないよ。ミドルパネルある。お、当たってる。あれ、オッケーオッケーオッケー。まあ、あれってない。思ったより出てる。あー、引いたけ。あ、ちょっと回復してほしいですね。セイレーンを間違えた。どっちから行くべきですか、クレパとか。でもこれ3体当てるのは どの道無理だよね。上じゃない、右2体当てる。右2体優先で、あいつはいいや、当てなくて自業自得で。お願いします。あー、よっしゃよっしゃ。あー、でも少ね。あー、やばやばいやばいやばい、お前のせいだぞ。自分で回復して。これだって重力引っかかりますよね。引っかかります。あー、そうか、リゾだ。オッケー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 ナイス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 。やばいな、リドラも倒したい。うわ、怖い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 。ここでジャガオック、ある、消えた。やだちょっとクレパタ SS 打たないとやばくない。どうしよっかな、せめて2雷かないにやってよっか。そうだね。お、弱点だった。リドラ大丈夫。あ、いいとこにみんな来たね。うわぁ、あぶねぇ、あぶね。じゃあカズヤ使うよ、しょうがねぇ。しょうがねぇしょうがねぇじゃねぇんだよ。たまりますよね。でもたまらないっすか。こっちでもいい。さあ、ジャボック後でやって。ずっとガイド出てますね。ずっとガイド出てますか。ほんとだ。クレパとのゲージ早いのかな。いや、それであれでも3人に当てるんだよ。おー、強い。あ、でもこれでギリギリじゃねえか。大丈夫大丈夫、ほんとはすげえ安定すんだよ、ほんとは。なんだよ、ほんとは安定感ゼロっすけど。ほら、もう、うわすげえ回復したね。下の、あれのか、下、どっち下のリドラ、リドラ、でも倒す重力かかっちゃうもん。あ、そっか。クレパと当てて、それ当たんない？そうですね。バカモントだ。バカモントに当たりそうだ。重力が意外と。リドラの左回りだ、上の。2枚カレーのバースト当たんない？多分当たんないっすね。おぉ、うまい！いいんじゃない？倒せてよかった。これ下、どっちっすか？バハムートか、下のリドラか。狙う。ここだったら上のバハムート行ってもいいような気するね。行きますか。行け。でも挟まれなくてもみんな拾えそう。おお、うまいうまいうまい。俺はこれ行こうか。こいつリーダー下行ってもいいんじゃない。うん、いいよいいよ。よし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 。でかいっすね。うわ、任せろ。任せらんねんだよ、なんかさっきから。ここマジでお願い、ここマジでお願いしますよ。頼むよ。なんだ、マジでお願いします。ここはマジで。あのガイド取る気だろ、またそれ。つくゼロ当たってなくない？いや、当たってます、当たってます。もう一回、2枚かない、2枚かない、あー、当たんない、2枚かない、2枚かないわ、2枚かないわ、自分で。いや、
やばいやばいやばい。これ SS 打った方がいいですかね。ちょっとこのバハムート倒せないな、ね、バハムート倒したいな。もう SS しかない感じしますね。どっちですか、下位に当ててバハムート優先ですか。バハムート優先じゃないですか。ちょっともうクレパトの回復は見込めないんで頼む。グネビアンいればな。うわあああああ、よかった。オッケー、これでとりあえず回復しないと。そうだね。ああ、もうそっちはしょうがない。そっちはしょうがない。いやでも届きます、これ重力かかって届け届け、この思い。よーしよしよしよし、オッケーオッケーオッケー。みんなこれ当てやすいですし、クレパトこれみんな回復しながら。あーこれは大丈夫、俺はいけるでしょ余裕で。ゲージだけゲージだけ本当に。あまたガイドやっぱ出てるすごいな。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。なんだよこのギリギリのこれ俺の少ねえよ回復のなんだよ絶対淡路回復、みんな淡路。あ、そうかそうか、みんな回復頼む。ヒーラーこんなんで大丈夫。あと何、あと3ターンですか。そうだね、そのぐらい角度も。あ、ほんとね、危ないっすね。あと3ターン地味にボス行かないと。ちょっと怖いな。ちょっと怖いっすね。左来いか。これとりあえずスクゼロ当てて、あ、でもクレパトにも当てたいな。ジャバホックで倒せると思えないけど。スクゼロに当てればまあまあ入りそうかな。即死級のダメージですか。どんぐらい来る、ちょっとわかんないな。クレパトにも当てない。うまい。オッケーオッケーオッケー。よし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 、めっちゃうまい。これはニラいかないに当てればいけるかな。ニラ、ね、いかないには、ニラいかないとクレパトに当てれば多分飛ぶ。よっしゃ、危ねえ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 。そう、それギリじゃねえ違う違う、俺が失敗しなければ本当はいけるんだよ、これあの、ここすぐ回復、これ先回復のがいい。つくゼロはしょうがない、見捨てる。まあ、全回復してるけど、あ、よくだ、うまい。うまいじゃねえ。ほらもう安定した。安定した。してないっすよ。あ、これいいかも。あ、いいっすね。結構弱点入るかも。わあ、すごいすごいすごい。オッケーオッケー。万ぐらいで。この辺で使っとこうかな。まあバリアないもんね。あ、そうか。これどうすか。みんな当てた方がいいのか、左に行って挟まりに行った方がいいのか。あ、左のが出そうだね。ゼロ。あ、でもできたんだ。ドケ2個取っちゃったかな。あ、でも SS 打てそうですね、これで。あ、ほんとだ。これいかない。これで打っていいかな、もしかして。どう思う？打たずに信用してねえな。だってあの、だってレーザーっすよね、うん、そうだね、弱点目の前の時の方が。そうっすね。じゃあこれでいきます。はい。さあ、ニラかな、引っ張って。あ、いいんじゃないですか。お、よし、ニラかなちゃんを引っ張って。あー、やば。まあでも勝負、風邪が回復して。あ、すげえ緊張する。ゲージ入った。消えちゃう。そっか、回復消えちゃうから早めに出し、出しすぎるのも良くない。こいつ取りたいな。これでクレパト打てる。6ターンもあれば大丈夫でしょ。あ、本当だ、クレパト打てる。これ勝ったね。勝ちました、ね、勝ち確、勝ち確だね、これ。あ、上入れないか。うわ、ちょっと、うわ、これ怖いね。ゆっくり下がってるか。これ上から回るべきか下から回るべきか、どっちだと思います。上から回るのも面白いかな。範囲を
でもこれクレパトも拾いたいんですよね。クレパト拾えばあれ引っ張れるもんね、クラシャがね。はい、こっちから行きますか。行ったらすごい、行け。あ、ちょっとずれちゃった。あ、なに。あー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 そういう世代だな。オッケー世代の、オッケー世代。どうしよう、直殴りのが出るかな。出ねえ。失礼だ。あ、でもクリティカル持ってますね。SS か SS。 いや、貝ほんとサイズわかんないしね。わかんない、でっかいよな。あー、でっかいっすね。あーあーあーと、しょうがないな。すいません、使ってもいいぐらいかな。でもいや、ここ使わなくても抜けられると思う。これで回復お願いします。えぇ、なんかむずくない？ちょっとむずくねえ。こっちの音聞いちゃダメなんだよ。こっちの音聞いちゃダメなんだよ。これもう幽霊覚悟で殴るしかないですよね。あと何ターン？ 2 ターン。2ターン。あーやばい、はい、カズヤが、え、これもやばい。未来かないがあれだからちょっとやばいな。いや、これだってクレパトに当てれないっすもんね。うわー、くそー。いや、もうこれ無理だな。え、ジャンボクレパト当たんないかな。当たんないか。どうしよう、これどうす。上に挟まってカンカンカンでやったも絶対無理っすよね、幽霊だから。幽霊だから、クレパトに当たれば爆発でちょっと入るかな。そうっすよね。クレパトに当たるんすか、これ。当たんないかな。この扇風機と貝の間に何がマッチポイントがあるか。え、下から行きます。それでもなんかカーンと挟まれば、もしかしたら、どうやって打ってばいいの。そんぐらいの斜めで。絶対無理だな。絶対無理、何も見えない。もういいや、もうしゃあないもんな。あ、マッチ入ったけど。マッチ入ったけど。邪魔を鍛えろ、邪魔を鍛えろ。もう耐えた。お、クレパト耐えた。クレパト耐えた。クレパト。なんでクレパト耐えた。自分だけ。これがクレパトだ。これがクレパトだ。うるせえな、うるせえな、なんで今耐えたんだ。これ、いや、ちょっと待ってください。攻撃来ないです、攻撃来ないです。攻撃来ないから、回復しましょう、だから。横缶とかで。あ、俺は横缶で、はい、クレパト抜ければ。いやだー、もう。よどみもないやつ。飛び込んのがいいかな。友情。あ、間違った。ちょっと。やばい、やばい。やばい、やばい。やばいわ。ちょっと。ちょっと。タッチさんやばいぞ。え、みんな回復させて。それと使いながらね、使いながら。あ、そう、そっか。使い。もし。ちょっと不安だけど、この角度。こうのがいいかな。え、さっきのでいいんじゃない？聞いちゃダメなんだ。いや、聞こえちゃうんだよな。ごめんなさい。来た。よし、来た、危ねー。来た、よし、来た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 。よし、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 オッケー、オッケー、オッケー。あれ、よし、つくよみ、これ、あ、そうか。最初に触ったつくよみ、つくゼロの回復量少ないな。でも、自分で回復しに行った方がいいと思う、これ。SS はいいですか。上、左上でいいんだよ。打てないから。そっか、狙い回まで SS 打てないのか。重力にかかって。おー、最高、最高。素晴らしい。素晴らしい。よし、よし、よし。耐える、耐える、耐える。わ、これどうしようかな。未来かないも、なんとか耐えて、これ、回復して。上行く？行くかな。未来かないの SS 使えれば、いけそう。どうしよう、これ。むずいな。ちょっと回復触った方がいいような気がする。じゃあ、これでいいか。これちょっと暴れます。うん、うん、それでもいいかな。OK、OK、OK。おー、いいねー。よし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 。おー、回復しましたね、めちゃくちゃ。OK、OK。で、俺、あのバハムトやりく、はい、これでバハムト倒したら見えてきますね。うまっ、うまい。うわー、抜けちゃった。オッケーオッケーオッケー、よし、これでつくゼロ最後にね。よっしゃー、
セコンつくゼロ当ててくれないなぁ。これって届くの SS 届かない届かない。じゃあ一応のため近づいとく。そうですよね。なんか移動しそうだよね。移動しそう。上に上に来るよね。2台2台かないに当てる、うん、なるほどね。どういう跳ね方するんだろうな。確かにね。あま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 あ、あそこ回なかった。それジャバオックさあ、くそあったこれでも、あーいやいや、あつくやみちゃんがこんな。でも、ニライカナイが使えるね。誰に行きますかね。いや、カイネラ、カイネラ、あ、でもこれニードルパネル出てるな。あ、ほんとだ。だからもう、横でこうハートもあります。薄くあの、ハートというかも、ね、薄く横でいいっすか、うん、これバームントって即しないよ。え、これどうすか、ダメ。それでいきます。それでいいと思うけど、うん、これでいきますね。で、クレパトルが拾えちゃう。鉄槌よ、くださん。オッケー、ちょっと、オッケー、オッケー。おー、いいね。出る出るね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これで動く。あ、でもいい位置。俺、バームウッドとかやる。どう、バームウッドやった方が良かったりする。危ないか。あ、ダメだ、レーザーバーム。でも全然打てないし、ね、でもこれミライカナイの友情がいい感じで入りそうな気もしますけど。じゃあ当てに行こうか。もうバファムート無視。真ん中の1の怖さじゃない。これで入ってけ。あーごめん。バファムートの1の怖さこれ何何組んでるの。あーなるほど。回復して、回復で、これツクヨミの SS をバハムートに打つみたいな。もう それしかないかも。そうだね。オッケー、ここ。全員当たった？届く？いえ。え、これあと2ターンで。じゃあ間入ってて。でもバハムートもう4ターン。もう確かにもう来ないから。だからあの未来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 に行こう。結構当たるかもね。そうやって入ってる。これ入れる？左側に。いきなり壁行った方がいいんじゃない。左壁ですか。弱点狙って、弱点狙ってこ薄く入れないかなと。いや、どうだろう。あ、でもあと2ターンか。そうなんだ、ね、そうだよ、もう入れかないのを入れた方がいいような気がする。違いますよ。え、届かないんじゃないの。届かなそう。あ、でもちょうど弱点、ちょっと入るかな。撃ってみる、撃ってみる。いやー、どうだ。撃たい。いやこれマジで届かなかったら届く。行け、やれ、頼むよ、ほら。おいおいおい、もういや、マジか。あんな1畳半ぐらいしかなかったですけど。もうこれもう運っすよね。弱点を殴る。これ大きさわかんないんだよな。どうやって打つんだろう。まあ斜めに打ってクレパトっすか。あわよくばクレパト、あわよくばクレパトだけど、くそ、あわよくば弱点で、くそ、今 SS 残ってたな。うわ、だったかな。 SS 挟まれば、仕方ないね。もう行きますね。はい、来い。楽しかったな。なんかまあまあいけそうではあったね。いやいやいや、もうきついよ、こっからやるのもみたいな。さあということで、まあやってみて、まあ運算きついっていう。いや、いけるよ、お前がミスしなきゃ。ちなみにこれオクラっすよね。オクラじゃないよ。はい、すげえ下手。下手な感じになっちゃう。これは見せしめで出します。お前のな。ということで、はい、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価来ないと思う。俺らこういうのも出すから。そうですね、なるほど。はい、まあまたちょっとやりましょう。はい、はい、また明日も見てください。はい、バイバイ、バイバイ。
え、これつく読み当たんねえな、これ多分角度。つく読みを当ててもらいたいんですけど。ジャバに当てない。ジャバに当てない。何を優先したの？いや、回復量。あぶねえ。うわ、ありがとうございます。強っ。で、さっきより出てる。さっきより全然出てる。よし、次こそはいける。今度こそいける。これ打つよ。打たない。打てないです。あのバハムートにね。いや、見てるな。はい。あ、来ない。全然溜まってなかった。ずーっと幽霊だった。あ、そっか。幽霊だと増えるんだよ。こっちに来たか。じゃあ。そう。淡路、学生時代としてずっと幽霊。いや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 。毎日言ってましたから、ね。そういう子だった。全然もう人気者でやらせて。これどうすかね。いや、打って。なるほどね。はい、縦で。薄めで縦で打ちますか。で、バハムートも処理しつつ、弱点殴りつつ。そんなうまいことない。いつも、いや無理だよとか言うくせに、そんなできる。言います。強気な。いつもね、弱気なのに。ねえ。行きました。見せてくれ。でも、奥の掘り出しで。あー、すげえ入るね。いいね。オッケー。折り返し運転も。オッケー。よしよし、もういけたでしょう。いけますね、全然。終わしちゃっていい？終わしちゃえよ。これ、つくよみの友情で。あ、なるほど、弱点にちょうど入るから。はい、終わりました。やってるんですね。いや、安定するね。確かに安定してねえんだよ、2回目なんだよ。俺がゲージミスんなければこんなに簡単っていうのが証明できたね。そうね、ミスんなきゃこれ運算で余裕でいけるね。なんて落ちる。うわ、すげえ。もういい。あれあれ、もう出ない。やった。おお、嬉しい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 。玉嬉しい。あんた三度はこれで周回したいな。え、カイン次来たら4人でやろう。はい、はい、いや、いい感じでしたね。カイン運極目指そう。はい、はい、はい、1回目がっつりカットで、じゃあそれ言った時点でカットされない。ということで、じゃあこんな感じで、はい、改めて、はい、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ。新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン